私略免許私略免許あるいは私略免許状とは、小船の時代に民間の船が他国の船を攻撃、打歩することを国家が認めた他国船打歩免許状である。直挙特許状の一種、戦時に限られる私略免許状と平和時でも認められる復旧免許状とがあった。いずれの場合でも、この特許状を携えた船舶は私略船と呼ばれ、 発行国の責任のもとで、公会場で街頭船舶を打歩すること、つまり、海賊行為が合法的に許可された。試略免許は政府に許可料を支払うことで取得でき、選手は自費で戦争に参加する見返りに打歩した敵の財産を受け取ることができた。この時の取り分が被った損害と同等の被体までのものを、報復的打歩認可上、 取り分が無制限であるものを私略免許と呼ぶ。復旧は相手国への損害賠償請求を個別の自力救済で行うことを許可したものであり、私略は戦時下において個人に許可された合法的な戦闘行為であり、違法な海賊とは異なる国家公認の経済活動として認識されており、敵戦から没収した財産であっても課税の対象であった。私略免許を 初めて発行したのはイングランドであり、期限は海賊を捕らえる指兵のための打法許可状と言われる。私略免許は戦争に際して何度か発行された。代表的なものとしてはイングランドの女王であるエリザベス一世がキャプテンドレークに発行した免許が挙げられる。免許状を発行する国家は百九十二年のフランス憲法制定会議や百五十六年の パリ条約を経て徐々に減少し、1909年のアメリカ合衆国の発行停止をもって事実上廃止された。ありがとうございます。